ヤコブチューリン、チュラタムスは、ノルウェーのオリンピック選手。クリスチャニア出身。1924年の第1回冬季オリンピックで、スキージャンプの初代金メダリストとなる。1936年のベルリンオリンピックでは、ノルウェーチームの一員としてセーリング8メートル級銀メダルを獲得し、夏冬両方のオリンピックで異なる。 競技のメダルを獲得した二人目の選手となった。タムスはまた、1926年フィンランドラハティでの、ノルディックスキー世界選手権で優勝。これにより1926年のホルメンコーレン、メダルを受賞した。1928年サンモリッツオリンピックでは2本目に73メートルの、最長不当を飛んだが転倒となり、28位に終わった。タムスは、 同じノルウェーのシグムントルートと共にコングズバーガー、テクニックと呼ばれるジャンプスタイルを確立した。これは1950年代にレスカーテクニックと呼ばれるスタイルが普及するまでの基本スタイルであった。ありがとうございます。